バヤール級装甲艦はフランス海軍が建造した装甲艦の艦級である。フランス海軍では二等装甲上機フリゲートと分類していた。本艦は全級であるラガリソニエール級の改良型であるが、本級は二等装甲艦でありながら手法はすべて旋回式のバーベットに配置される砲塔装甲艦となった。左舷から撮影された近代化改装後のバヤール。 本級は24センチメートル手法すべてが、旋回砲塔に収められ、広い社会を得ていた。船体の基本形状は全級と、同じく艦首水面下に昇格を持つ平ら、甲板型船体に3本のマストと中央部に2本煙突を持つ、当時の一般的なフランス装甲艦の形態である。本級は5000トン台の小型の関係でありながら、アミラル・デュープレと同じく、 船体中央部に手砲の1870年型 24cm 単装砲を収めた円形のバーベットを片原1機ずつ計2機と2本煙突と2番マストの間に1機2番マストと3番マストの間に1機の計4機を配置したこれにより従来の原則に訪問を持つ艦に比べ前後方向への手砲火力を持つこととなった副砲の 1858年型1 9 3トル炭素砲は、艦首に設けられた砲門から1機と艦備に1機を配置していた。その他に、1870年型1 3 8トル炭素砲が、原則の砲閣内に、片元三機ずつ、計6機が配置されており、床面には、円弧状のレールで砲画を旋回、移動させることができ、少ない門数でも、 方針を出した訪問を視点として法備部を動かすことにより広い社会が得られた。これにより前後方向に最大で 24cm 法2問 19.3cm 法1問を原則方向に最大で 24cm 法3問 13.8cm 法3問を施行することができた。1876年10月に ブレスト海軍造船所にて、気候、1880年3月浸水、1882年春、浸航、1899年除籍後、解体業者に売却。1876年に、ロリアン造船所にて、気候、1879年10月浸水、1882年春、竣工、1901年除籍後、解体業者に売却。 ありがとうございます。